スマブラにおけるヒット音の波形を見てみましょう。はい、波形だけだと意味がわからないかもしれませんが、最初にしっかり音が鳴り残響があることがわかりますよね。私のチェックを挟む前にサウンドチームから上がった音は、極端に言うとこんな感じになってることが割と多いです。それを説明して現在の製品版のものに入っているようにまとめると、スマブラは4人とか8人で遊べるゲームでもありますから、効果音が画面のあちこちに出てきて音の洪水になることがあります。そうすると逆回し、その中でしっかり手応えを得られやすい効果音作りとして2点の調整を意識してもらいます。まずアタック強め、つまり出だしをより強くするということです。立ち上げを早くするという意味もありますが、最初にピークを迎えるという意味でもあります。より素早く、まずヒットした音が少し遅れて聞こえるようではいけません。攻撃のリアクションをすぐに返すことは大事。音の聞こえ方としては、最初に立ち上がりがあるのは必要なのですが、それ以上に強い音を最初に瞬時に持ってくることは大事。次に残響をあんまり引きずらない、音の響きがあった方が、強く立派に感じられるのですが、音が鳴っている最中に次の音が鳴ることで慣れて、つまり馴染んで聞こえるようになってしまいます。スマブラは割と攻防が早いゲームですから、たくさん音が鳴ると音の始まりがよくわからない程度に音に埋め尽くされることが想定されます。特に百裂攻撃などがヒットすることが想定される弱のヒット音は、連打されても連打感が残る程度にすることは必要です。そして強い攻撃の場合、実際にはヒットストップがあり、ヒットした直後の画面が止まっています。その間にも効果音は流れ続けるわけですが、止まっているうちにある程度の主要な音は終わっているというのが理想です。結果としてアタック強め、残響ほどほどという方針になります。制作をするゲームの方針によりますが、単に良い音かどうかだけではなく、ゲームの目的に合う音なのかどうかは吟味する必要がありそうですね。